巨人だ巨人だ、どうしよう。え、食べられた。あれ、ここ、あ、病院か。あ、そうだ、俺交通事故で入院してるんだ。あ、シェルさん、シェルさん何やってるんですか。このボタンを押せば。シェルさん、今なんかこのボタンを押せばって言ってませんでした。バイタルチェックしてました。バイタルチェック、赤いボタンを押そうなんて全然思ってません。完全に入院患者の格好してますけど。違います、私看護師です。看護師、その格好で。やっぱ仲間意識を持たんといかんかなって。ここはどこですか。病院です。でもなんか病院にしてはちょっとなんか、なんだこのレーザービームみたいなやつは。というわけで今回はこの病院から脱出しなくちゃいけないみたいなんで、脱出しましょう。脱出しよう。よし、スイちゃん、まずここはね、あ、なんで見てないところで死ぬんです。早く早く、シェルさんこっちです。そのまま真っ直ぐ来れば。そうなるだろう、おかしいと思ったんよ。はいはい、行きますよ。え、なんで行かないの。え、なんでこんな初歩的なところで死ぬの。おかしいだろ、今の罠だろ。あ、行こう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 、行け。ここは俺得意なんで、もうほい。おい、私もちょい落ちたな、今絶対落ちたな。落ちてないって、今からスタートだし、行ってないし、一回も。行こうよ一緒に。君何してるの。一人で行っちゃうよ、知らないよ、私一発で行くって有名だから。俺はロブロックスマッシャーになる。行きますね、さっき。あっ、いやらしい声を出さないでくれ。これはね、大丈夫よ、これは大丈夫。とっておきの秘策があるんですよ。あん、シャン。もうただのアンパンですから今の。あん、だ、あん、あん、パン、マン、わ、君、飛ぶの。アンパンマンの力を借りれば良い子はたどり着けるっていう寸法だ。何これ、レントゲン。ほらほらほら、アンパンマン歌わなくてもアンパンの力を授かったから。いや、もうそれただアンパン食べただけなのよ。アンパンウーマン、行こう。いいよ。いや、もうちょっとさ、落ちるときにさ、ちょっと反応した方がいいよ、もうちょっと。あ、俺が。うん、私が。へっ、いいよ。ひうへおお。1、2歩前に出てよ。出てるよ、ちゃんと足は出てるよ。歯は出てないけど足は出てるって有名なんだから。ホラーマンには勝つ。よっしゃい、これはもうスイスイだわ。あ、ゲップしないで、収録中ですよ。マジのゲップしないで。今日から僕たちちゃんと幼稚園児から大人まで楽しめる動画を作るために。ニンニク食べれる。完璧じゃない。完璧ではないけどね。へい、これは余裕だ。ダブルジャンプになってもちょっと広いから。なんでダブルジャンプになっちゃうんだろうな、わかんない。あ、シエルジル出てるよ、先っぽからシエルジルが。それは良くないと思うよ。子供向けじゃチャンネルです。気持ちが悪すぎるだろ。シエルジルを飛び越えていけ。これでシエルジルに落ちたらね、アンパンの虜になる。アンパンに引っ張られすぎでしょ。でも正直ぶっちゃけ言うよ、君にだけ教えてあげるね、うん、アンパンよりクリームパンが好きなんだ。落ちるしかないっぽいな。バイバーイ。先行くな。ちょっと先行ってください、シエルさん。行くよ。なんで届かないの。もう一回後ろからついてきてサポートしてよ。はい、いいよ。はい、飛んで。はい、飛んで。あ、俺が落ちた。いけそういけそういけそう、ほら見て見て、いけそう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 。
ついていこう。先飛び越えちゃった。あ、いけた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 いけそう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 いけた。あ、よし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 、いいです。ぽいーん。これまたいけないやつじゃん。あ、こっちにドアあるよ。あ、巨人だ巨人だ巨人だ。どうしよう。え？食べられた。口の中に入って食べられちゃった。そんなバカなことある？え、本当に食べられちゃった。舌磨きちゃんとしてないタイプの人。汚な。でも歯並びはね、いいっていうか、あの何、歯がね、巨人みたいな鼻。歯が巨人みたいな鼻どうなった？中に来てくれたらいいじゃん。おお、本当だ、汚い。ああああ、喉の奥に。おお、今なんか消化液見えたね。見えた。あ、シエル汁。シエル汁、胃液なの？うん。ダメだよ、あれ血管固まってるわ。これ結構おじいちゃんの体だな、はい、じゃあ死ぬの早いな。あー、もうこれまた石や、さっきと。今度クリームパンでいけばいいんじゃないですか。クリームパンは私さあ。クリームパンナはメロンパンナ。フリーダイヤル012044。深夜のテレビショッピングじゃないですよ。子供は起きてないからね。死んだんですか、もしかして。今あって言いましたよね。なんで自分の時だけそんな何もこともなかったかのようにするんですか。死んでないですよ。何がですか。よし、これシルさん、これギリギリです。マジで捕まっていかないといけないぐらいだから、ジャンプしちゃダメですね。ジャンプしたらもう終わり。ジャンプしないと次いけねえだろ。うん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 、いいよ。ほら、あー、早く下の汁をパチシュー汁と思えば一発でいけそう。そうだね、一発でいける。いやー、気持ち悪い。シルさん、これ分かりました。コツ、端っこや。どう考えても端っこや、これダモンみたいな。やべ、これは骨だから。え、あ、それダメなんだ。当たり外れがあるんや、これ。ほらほらな。え、なんでわかるの。死んだやろ。まぐれって思われた今。やばい、俺記憶力がない。一番右端。あ、真ん中ダメだわ。左か。あ、ダメだ。左。え、違う、右じゃん。違うか、左。あ、間違えた、右だった。これ右右右左左右や。いや、あ、次ちゃんとした骨ですね。あ、これあのあれや、つなぎ目があるやろが。これここじゃない、このあばらのさ。なんでそんなところで落ちるんだよ。ちょっと難しい。これ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 、私真上から見るという技を得得した。落ちてるけどね。あ、落ちた。俺も。じゃあシエルさん左から行くんですよね。うん、じゃあ俺左から行きます。左から行くかい。ブルルルルルル。これ何汁だろう。青汁や。普通だね。うわ、なにこれ、すごい高いよ。これ登るだけじゃないの。すごい、これ背骨じゃないこれ。私はこっから行く。いや、無理やて。もう少しで行けそう。1個目のつなぎ目、先行きますよ。いなくなった。え、いなくなったぞ、シエルさんが。んなバカな、別時空に飛ばされた。持ってきてんじゃねえか。これ何何、はいはい、体のどこの部分ですかこれ。これはあれですね、体のストローっていう部分です。なるほどなるほど、あの有名なね。あ、バカだな、言われたくない。イエーイ、チェックポイント。いやはい、私はジャンプが苦手だから。いやー、むずこれ。いや、簡単なんだけど、簡単なんだけど、やっぱりとかそういうセンスに立ててる。黙って集中できないから黙って。ねえねえ、そういえばさ、黙って、うんこ味のカレーとカレー味のうんこどっちが美味しいかなってよく。これうんちじゃない、ちょうど。あこれうんこの中だ。うんちのな、あ、とんがってんな、この人切れ字だ。
綺麗じ。私とお揃いじゃん。これめっちゃ難しい。うんち。ジャンプするときうんちって言わなくて大丈夫です。うんち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 。あ、出たほらうんちとして。汚っ。うんちとして出ちゃった。ちょっといっぱいニンニク食べちゃったから今日。ゲップはするしおならはするし汚いな。で病院のトイレじゃないこれ。そういつの間にかね巨人の世界に迷い込んでね。これはね魔法の世界だからね。あ、出た。ゴールじゃない？ごめんなさいね。うんちです。どうも。うんち椅子ありますよ。そっちはレバーをいっぱい食べたうんち。こっちはちょっとヤギの気分になりたかった日のうんち。草いっぱい食ったんだろうな。ヤギって手紙食べるのかな。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。